ストライクショット、マンチャイクストライクの中でサバッチョトリエクスです。はい、本日はこちら、じゃーん、重心艦マッドハッター使ってみた。相変わらずお茶こぼしてるで。はい、ということでマッドハッター使っていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。こちら、じゃん、はいはい、貫通ゲージ、バランス型、アビリティアンチウィンド、光属性耐性、ゲージでアンチワープ、状態異常回復。友情コンボは拡大爆破弾にボムスローでございます。お、友情いいですね。いいですね。ちょっとじゃあ当たりながら、はい、当たるかな、でございます。はい、ちょっと当たっていきます。はい、おー、ボムスローが出ていて誘発もされるんですね。はい、はい、それでは当たっていきます。はい、拡大爆破弾とボムスロー、おー、すごい入る。そして自分も誘発して120万ぐらい、はい、入るという。いや、相性いいですね。ですね。はい、はい、アンチワープとあと状態上回復もあったので今待つかな、はい、待つか、誰かが毒状態だったのを解除できました。はい、できました。はい、それでは、2段階目のね SS ですね。はい、はい、こちら見ていきましょう。じゃん、ヒット数で威力が変わる爆弾を最初の敵にセットし爆発。はい、20ターンの方を撃とうと思います。はい、とシールとマスがいい感じに動くので、はい、お願いします。女王アリスの仰せのままにリープにマッドに楽しみたまえ。お、100ヒットで340万、おお、というダメージ、はい、このぐらいですね。200万ヒットちょうど切りが良かったですね。うん、でトシエントマスみたいな、まあちょっと一つ稼げるような友情を連れていくといいかなというのがですね。はい、はい、では続いては、1段階目ちょっと入り直して見ていきましょう。はい、はい、ストライクショットの1段階目入ってみようと思います。はい、12ターンで出る方ですね。はい、頑張ってトシエの方まで行きながらじゃあ腕を加えたいと思います。女王アリスの仰せのままにディープにマッドに楽しみたまえ。はい、92ヒットで239万ぐらいの威力が、はい、これが12ターンで入るとですね。はい、いいんじゃないですか。うん、12ターンで打てるので、はい、はい、というようなストレクションでございました。ではセダス見ていきましょう。はい、というわけでセダスはこちらでございます。はい、はい、今言ったのはイザナギです。はい、はい、ワープもございましたね。うん、はい、はい、まあ、ダメはそんなに痛くないので、うんうん、気にせず連れていけるのと、属性耐性、光属性耐性があるのも良かったのと、はい、まあ、毒状態上回復できるところもありましたと。はい、はいはい、というわけで他に行けそうとかありますか。他はですね、うん、爆絶のエデンに行けます。あ、ワープ、はい、ワープ持ってるので対応してます。うん、耐性でいいですね。はい、いいかと思います。うんうんうん、はい、他にもですね、プラチナ対象、はい、こちらもワープ対応、うん、他にも、激究極、うん、光源氏にもいけるかと思います。うん、確かにそこもワープですね。はい、はい、ではポイントこちらです。じゃーん、誘爆効果を持つ強力な友情コンボセット。ああ、はい、拡大爆破弾とボムスロー両方とも仲間の当たるとバーンって誘発してくれるので、はい、いいですね、うん、ダメージ与えやすいかと思います。はい、はい、はい、では以上こちら、じゃーん、重心艦マッドハッター使ってみました。皆さんお楽しみに。はい、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんなモンストで遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからもモンストをよろしくお願いします。